どうもみなさんこんにちは、ゲゲです。そしてお疲れちゃんです、ラットです。ということで、キヨラッドお願いします。いやーね、今日のね、説なんですけども、はい、同じデッキ組みました、僕ら。ってことはもう、勝つのは僕と。いやいやって思うじゃん、普通だったらそうなんですよ、はい、間違いないです。26対決したら絶対負けるし、パーキー対決しても、まあ多分負けます。いや、それは分からない、それは分からないですけどね。そこでですよ、 1.3 コスの、しかもザップとかローリングとか入ってないこのデッキだったら理論上、お互いに超集中してやって引き分けになっちゃうんじゃないかって説です。戦えないっすね。いや、これだってこれ泥試合になるっすよ、これ泥試合。ただスピリットは絶対入っちゃうので、そこですわ。だから理論上引き分けデッキなんですよ、これ。はいはいはい、はい、スピリットしか入る可能性がないですもんね、まあ、ゴブリンとただ別にゴブリンとか別にスケルトンで守れますっていう。じゃあ引き分けたらやんなくていい。これ説検証だから。ちなみに 1.3 が、本当の最低コストです。じゃあということで、よろしくお願いいたします。まあ、当たり前にね、これでも勝ちたいと思います。タイブレイカーなんでね、これもう1スピリットでも入ったら結構やばい。痛いということで、ちょっとやっていきたいと思います。同じ10球やね。同じです。 OK、 ちょっとさあ、それではいきたいと思います。しゃあ、行くぞ。ラット久々なんでね、本当に。いや、勝ちたいね、やっぱ勝負。やべえ、ラットさんは俺のフレバとフレンドの中で1位だ。あざっす。やば、ちょっと正体あ、出た人気者。俺のクランに、俺の謎のクランに招待しようかなと思ったら、ごめんなさい、届かないです、救急さんの思い。じゃあ行きます。じゃあ、はい、さあやってまいりました。事実上引き分けいきます。いや、これでもよろしく。僕が負けることも全然あるですもんね。あるある。うわ、出た。はい、どうやって勝つんだろうな。だ、これでゴブリンを何で守ってくんのっていう。なる、そうだよねそうですよね。危ない。この男危ない。危ない。この男危ない。危ない。マジかよ。それ俺もやる。それ。ちょ、バクんの。待って。え、マジやばい。バクんな。俺の技。あー、でもこうするともったいないな。いや、入らないっすね。ちょっと今勉強になりました。一回に出すともったいない。スケルトン一体でやれちゃったりするんで。いや、俺のパターン1の攻撃が。やばい。よし、消極が試合中に吸収していくから、もう9球ぐらいになると。一発入れれば勝てるっすね、これ。勝てる。サウナ行きたい。さあ、これはだから勝ち込んだ方がいいのか、これ。ああ、同じことしてこないでください。ミラだから、このね、このね LSP やばいんだよね。 LSP をいや、怖え、マジで怖い。本当に怖え、これ。やばいっすね。俺も緊張する、これ。まずい。マジかよ。みんなね、多分ね、あのね、真ん中に出すから、真ん中をどう対策していくかだな。いや、スペル欲しいですね。ザップとかマジで欲しいですもん。ザップ欲しい。どうしようかな。いや、マジか、これ。攻め込まないとダメだな。どうやって入るんですか、これ。これはちょっとね、難しいね。さあ、こんにちは。こんにちは。いや、俺のスピリット強い。いや、これミラーの使い方大事っすね。僕ミラーまで一回も使ってないですよね。しかも相手と自分のあれが分かんなくなる。どっちがどっちみたいな。怖い。マジで怖い。いけ。ゴブリンが意外と、いや、ゴブリン強いな。キューケさん、何そんな入ったんですか。いや、分からんだって普通に、やばい、ちょっとやばい。これ連打してるだけっていう。よし、いやマジかよ。なんで入ったの、こんなに。まだあれっす、2倍タイム、3倍タイムあったっす。読まないよ、まだ分からんよ。もうちょっと降参されんだ、されんだ、されんだ。しゃあ、圧倒的な差がありましたね、ちょっと。いや、ちょっと待って、リプ見返そう。一回来たっすよね。一回ここだ。フィーバー来たっすよね。ここで、レイジ、レイジ。レイジ入ってない。でも、うわっ。
ああ、だからちょっと遅れると入るんだ。あれっすね、ファイスピ以外でゴブリンを倒そうとすると、うん、ゴブリンレイジヒースピが、うん、そのスピリット系を倒して、あ、ゴブリン回復のゴブリンになるんで、トゥンっつってトゥンっていくみたいな。そうそうそう、でゴブリンをファイスピで絶対溶かさないといけないです。わー、奥深いよこのゲーム。全然このゲーム奥深いよ。全然深くない。いやこれだ、世界大会よりちょっと緊張してる説ない。ミリもミリもしないっす。これそう、ビオスリー、もうこれはもう男のビオスリーなんで。ゴブリン変えます。ニコスの枠自由でにしてみます、一回。わー、自由、駆け引き、駆け引き。え、でもあー、もう決めた。ザップとウッド雪玉とかなしにしましょう。あー、スペルはなし。待って、そうするとローリングバーバリアも呪文か。スペルなしで、はい。いや、そしたらウォールブレイカー最強じゃね。確かにボンバー、やりゴムコウモリ、ウォールブレイカーのどれ か防衛のボンバーで行くのか。あ、アイゴレもある。うわ、アイゴレ強いだな。アイゴレ強いっすね。アイゴレ強いっすよ。アイゴレ強いっすね。いや、でもまあそこは自由でやってみましょうよ。 うわ、これ悩ましいな、これ。それではいきます、ポン。さあ、何を入れてきたのかね。うん。さあ、いきます。いや、これよろしく。勝ったっすね。はいはいはい、今回の作戦は、来ますね、来ますね。今回の作戦は初手ぶっぱと、初手ぶっぱの両サイ振り。はいはいはい。さあ、これどうだ。うわ、ボンバーにした。アイゴレね。マジか、ちょっとこれ集中してこう。アイゴレね。アイゴレ、アイゴレ、なるほど。で、さあさあさあ、アイゴレありますせと。アイゴレ、やばい、まずいまずいまずい。入る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 、意外と入る、意外と入る、意外と入る。あ、もっともっともっと頑張って。意外と入るな、もっと頑張って。あ、待って、やばい。おお、待って、どう待って、やばいって言ってる間にアイスピ入った。オッケー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 。マジかよ、やばい、このアイスピ負ける。よし、集中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 。一発入ればいいもんね。ボンバーがね、やばい。ボンバーがまずい。ボンバーが意外と体力ある。はい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 。いやー、落ち着いていこう。よし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 。ゆっくりね、ゆっくりいきます。入んないか、そりゃ。やべえ、まずい。いやー、もうちょっと欲しいな。え、ってか待って、なんでスピリット、おかしいおかしい、ちょっと待って、やばい、待って待って、やばい、待って待って、これだ、これだ、いけいけ、おっちゃん、オッケーオッケーオッケー。ただ右と左どっち攻めるかめっちゃ大事だ、これ。スピリットのダメージがファイスピがでけえ。ファイスピがめっちゃ強い。マジかよ、マジか。ボンバーをどう倒すかっていうのと、アイゴレで回収していきながら、ボンバーがね、体力がね、鬼のようにね、高く感じる。マジでスピリットでしか倒せないですもんね。と喋ってる間によしよし、まずい。え、大丈夫これ、あぶね、あぶね、びっくりした、びっくりした、わけわかんなかった今。天才かもしれない僕天才かもしれないこれ。一生ボンバー、一生ボンバー。待って待って、アイゴレがさ、アイゴレが結構さ溜まっちゃってんだよね。はいはいはい。アイゴレがさ、そのさ、あの相手の味方みたいになってんだから。マジ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 、僕の仲間になってる、めっちゃ食べてくれる。そう、いやでもアイゴレ受けが強いっすね。受けが強い。オッケーオッケーオッケー。ここでさあ、新感覚アイゴレラッシュ。アイゴレ溶けてくれ溶けてくれ溶けてくれ。よし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 。いやこれ、いやこれちょっときついな。どうしよう、集中。あとちょっと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 。おボン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 。いやよし、アイゴレがどうするかどうするか。マジかよ、アイゴレをどうしようかな。ボンバーいけると思ったんだけど、ちょっと待てよ。で、ボンバーで防衛されちゃうから、ボン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 。こうするともったいないか。さあ、ボンボンボン。さあ、この防衛のアイゴレ、この真ん中アイゴレ、たまるっすよ、やばい、来た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 。本家来た、本家、たまるっすよ、いっぱいいっぱい、たまるっすよ、もう溜めたとて。あ、ボンバーよっ、やばいやばい、めっちゃめっちゃ、頑張ります。あぶねあぶね、思ったより、思ったより入らん。まずいまずいまずい、お、まずい、来た、あと10。なんで俺2体当たれ、2体入れたのに。
2体入れてんのに YSP 1体よりも低い。マジかよマジかよ。これちょっと待ってくれよ。いや俺攻めらんないな。攻めずにちゃんとこうで俺ダメージがダメージ僕の方が一応削ってる。15かったっす。15よし。いや僕こっからでもうまいっすよ京京さん。いやここは、ね、ちなみにこっからうまいっす。もしこっから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 行くよ俺は。こっからバカうまいっす。こっからいやもうこっからもう俺今日本一うまい。日本一うまい今。日本一うまい。そうだろ。俺が今俺が今いや僕世界一っすよ。やばいやばいやばい。めっちゃ来た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 。ただここでちゃんと受けていってファイスピでちゃんとしばく。いやうまいよ俺。俺の方がうまいんじゃないですか。さあどっちだ。キヨキヨさんはどっちを守る。まずい。あぶれ。頼む頼む頼む。なんか頑張れよもっと。うちエリットもっと頑張ってくれよ。もっと頑張ってくれよ。ああやばい負けるやんけ。アイゴレがアイゴレがアイゴレがアイゴレやめてくれ。アイゴレアイゴレやめてくれ。アイゴレ入れ。どっち どうなってる今。かかったよね。かかったよね。マジかよ。マジかよ。これの負け結構屈辱っすね。これこんなにやってなんか1点これで負け。これでこれで負け。マジかよ。事実上ラットさん1負け。マジかよ。でもね先生 BO3 なんだやっぱり。いや BO3 なんだね。いやなんかやだわ。マジかよ。これで普通の負けっすもんね。普通の負けやっぱり。クラロワのアピ見た人は、あれ、ラッド負けてんじゃん。デッキまで見てね、ちゃんと。確かにね、確かに。よしか。じゃあ、デッキ変更タイムで、いきましょう。あご。もう私これで。で、やっぱこれとこれだよね、結局は。結局これとこれの組み合わせ。で、ちゃんとこれで守って、守り、守り、守り。あ、これだよ。思いついた！オッケー。いや、来た。いや、俺来ました。いや、勝ちました。勝ちました。いただきました。お子さん、ごちそうさまでした。いや、勝ちます。やばいし、来た。で、僕出しまーす。さあ、行きましょう。さあ。まあ、キヨキヨさん、絶対勝てないです、うん、僕に。いや、僕に絶対勝てないですよ。あぶねーあぶねーあぶねーマジかよ。やべ来たよこの男。この真ん中レイジが。うわマジか。待ってフィースピが。うわー待って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 最悪だこのマジで。お互いめっちゃ入るかもしれない。お互いめっちゃ入るかもしれない。さあおーなるほどね。あれ真ん中が全然ダメや俺。おーおーまさかのこれをなんかあれ？え？わああ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 あそれは、それはもうキヨキヨさんに問題がある今のは。今のはさすがにキヨキヨさん。いやこれどうしようかな。これだから守ってからの守ってからの守ってからのいらっしゃいいらっしゃい来る焼き鳥さん来る来る。いやこれいや待って待ってくれよマジか。ちょっと待って待って待ってマジかよ。オッケーオッケー。でも俺の方がやばいね。なんかせこいっすね今日攻め方が。攻め方せこいでしょ。めっちゃせこいめっちゃせこいせこいでしょ。めっちゃせこい。ファイスピをちゃんとうわファイスピをちゃんと当てていく。うわあ真似してきた真似してきた。まくって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 マジうまい。うわヒースピがうまい。ヒースピめちゃくちゃうまい。最強最強っすこれ。いやマジかそれは。来るな来るな同じやつ来るなこれ。いや来ない来ない来ない同じやつ来るっすよね。なんだよこの間違いなく来るっすよね。なんだよこの対決マジで流れが。で僕らになるといい、はい、守っちゃうっすね。それも守れるんすかちゃんと僕はね。あーなるほどね。生き逃げしながらこっち行くと見せかけてこっち。くそいやもううまい。レイジをブラフでかましたのに。うまい。まぜ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 。走れ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 。待ってなんで俺の来た。待って待って。自分の出したやつに落とされたんだけど。落とされることある。オッケー。走れ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 。おし。一発。行くぞー。これは。行くぞー。いやすごい押し出しがすごい押し出しが。いやでも絶対止められないんだけど。絶対止められないんだけど。なんでだよ。お前行った方が強いみたいなとこある。確かに。
やめてくれよ。なんで俺のいないの。全然たまらず。なんで俺の一体もいないの。オッケーオッケー、帰ってくる。やめ。すげえ危な、怖かったけど。なんで俺全部止めらんなかったんすけど、なんか押し出しがありましたよ。めっちゃと押してた。オールブレーカーのミラーのあれが。ミラーが押してんだあれ。ということで本日の最強ラットさん。あの、まあ、知ってましたけどね。結果こうなるだろうと。事実上引き分けでもなんでもないな。結構勝敗つく。いやこれちょっと麦さんとかでやってくださいよ。バカうまいっすよ。いやその最高峰の 1.3 コス選手権。真面目に引き分けってあるっすけど。いやウォールブレイカーだったら決着つくかもしれないですけど。確かにタイミングとか。絶対どっちか入るっすよ。最初のスピリットのさ、ゴブリン縛りでやったら結構面白いかもしれないです。ノーダブです。いやークソゲス。確かに、麦さんすごいテンション低くやりそう、こうやって。でもうまい。でもうまい。ということで、この Q ラットまた動画出すんでね、はい、チャンネル登録して次回も見てくれて嬉しいなと。お願いします。ということで、ご視聴ありがとうございました。